してません。お嬢と喧嘩ねえ、ま、無理だろうね。ようやく放課後になりましたわね。早くお店に行ってあれをお迎えしなくては。ねえ紬、それ私も一緒に行っていい？まあ、ひばり様もご興味が？そういう…構いませんわよ。お、やっと来たか。あら、イスルギさん、ごきげんよう。行こう、紬。ちょっと待て、無視すんなよ。どうしてあなたがここ…ちっと野暮用で近くまで来たんだな。野暮用？男の用事ってやつだ。詳しく聞かせてやろうか。結構です。まあそういうわけで、ついでに一緒に帰ろうと思ってよ。ところでタイガさん、来る？ああ、電車に決まってんだろ。電車？もしかしてお嬢、いい。その顔は。新幹線なら何度か乗ったわ。ドヤ顔で言えるほど大したことじゃねえし。機会がなかっただけ。ふん。ほう。じゃあせっかくだし、今から俺と社会勉強してみるか。はあ？どうして私が？それに私もう紬と約束が。まあいい機会じゃありませんの。しっかりお勉強してきてくださいませ。紬？
いい友達持ったじゃねえか。さあ、行くぞ。ちょっと、腕を引っ張らないで。つむぎ、土産話を楽しみにしておりますわ。ほら、お嬢、わかるか？ここがお札を入れるとこだぞ。で、このボタンがお釣りな。読めるか？お、つ、り。バカにしないで。のぐらいは。で、この赤いのが自爆ボタンだ。押すと爆発する。冗談よね。ちょっと黙り込まないで。入り口付近のお客様は立ち止まらずに奥へとご乗車ください。お、なんだこの混雑っぷりは。ああ、お嬢、ひとまずそこのドア背にしとけ。ま、次の駅着けば乗り換え。お嬢、どうした？おーい、お嬢。近い。ことか。お嬢様にこの距離は刺激が強すぎたな。まあ、このままキスくらいしとくか。何事も経験だ。これも社会勉強だと思って。まあ、こんな状況でバカに。こんな状況だからこそできることもあるだろう。電車がこんな揺れてんだからたまったま。いってっ。おいお嬢、足組んでる。自業自得です。お前、わざとかよ。何しやがる。黙りなさい、性犯罪者。以上何かするつもりなら痴漢だって騒ぎ立ててやる。てめえ。なんだよ、急に黙っちまって。もう何もしねえよ。当たり前でしょ。みんな怒るなよな。
おいおじゃ、俺に何か言うことねえのかよ。足の甲まだ。だから自業自得って言ったでしょ。反省しなさい。おっかねえなお嬢は。これ相手になる男は相当苦労。また踏まれたいの？やめてくれ。俺はナユタと違ってそういう趣味ねえが。ね、どうだったお嬢、初めて電車に乗った感想は？とにかく苦しかった。ここから押されるし、潰されるかと思ったわ。だからガード。お前、分かってなかったのかよ。ほら、俺がドアに両手ついて、お嬢が潰されねえように頑張ってたんだった。ああ、あれ。お前、二度とかばってやらねえからな。あ、でも。それなら一応お礼は言っておきます。ありがとう。そうだ、おとなしく礼ぐらい言って。あ、お嬢今なんて？二度は言わない。いや、聞きそびれちまって。もう一回な。いや、はあ、しょうがねえな。お嬢にもまだ素直で可愛げのあるとこが残ってたってことで。ま、お嬢にはきつかったかもしれないけど、気象の体験はできただろう。何も難しいことはね。ちょっと足を伸ばしていつもと違う行動してみただけで、こんなにも世界。確かに。その好奇心大事にしろよ。何よ、偉そうに。年長者からのアドバイスは素直に受け取っとけ。ためになることならね。だいたい何が社会勉強よ。じゃ、お嬢の初めての満員電車体験記念に、この俺様がジュースでもおごってやるよ。え、自販機？ご褒美だ、何でも。いらねえなら俺一人で飲むけど、喉乾いちまったしな。いらねえの？じゃあ自分の分だけ買ってくるわ。待って、いります。最初から素直にそう言っときゃいいのによ。タイガさん、ここで飲み物を飲んじまったら、せっかくティータイムの準備をして待ってくれてる位置。お金がないなら素直にそう言えばいいのに。カードならあるんだよ。ひばりさんを怒る。いやー、どうしよう、タイガーさん。わかった、わかったから落ち着けって。ランニング中に車に乗ってるひばりさんを見かけて。ん？それで、怒っちゃったんです。てか、足か。電信柱。警察の人と春日さんに怒られて。まあ、言いたいことは山ほどあるが、
とりあえずお前は。だってひばりさんが電信柱撃破するとこ見せられたら誰だってビン。じゃあ俺電信柱避ける練習します。バーカ、そこじゃねえ。問題はお前が考え。でも俺確かにダメか。そんな、つかそもそもない。じゃあまあ体が動き出す前。わかりました。なやか、おい考えろとは言ったが。あれ、楽しみだ、楽しみでしょうがねえ。あれ、お、気になるか。そうでもないかな。なら教えてやるよ。実は駄菓子屋でいろいろ仕入れて。もしかしてまたあの不気味な色のお菓子。それもあるが、本命はこっちだ。本当にたくさん出てきたけど、これ。ああ、これは水風船つってない。中に水を入れ、なんか不穏。面白そうだろ。さっき風呂場で水も入れてきたぜ。ぶつけられたらビビるだろう。それはまあね。で、次はこれだ。髪が巻かれた棒。これをこうやって振るとなんか伸びたけど。ペーパーヨーヨーっていうらしいぜ。まあ目の前に伸びてきたらね。それから極めつけはこの強力水鉄砲。このボタンをいろいろ押すと水の出方が変わる。ボタンいじるだけでも面白いだろ。それで、それをどうするつもり？決まってんだろ。お嬢をビビらせる。あいついつも気取ってるからね。どんな顔するか楽しみだぜ。それ、僕は聞かなかったことにする。ひばりちゃんに嫌われたくないし。あれ？まだ袋に何か残ってるけど。残念だな、シオン。お嬢の面白い顔を見るチャンスだってのに。ああ、楽しみって。へえ、好きな子いじめってこういうことか。は？好きな子に気にして。お前何言って。違うの？当然。じゃあこれは何？キラキラのおはじき、ビー玉、ぬいぐるみ、貝殻のネックレス。かわいいものばっかり。お、あ、いや、なんだ、その、これは。どう見ても女の子用だよね。興味ありませんみたいな顔して、タイガもやるじゃない。いや、だから、これは。素直にプレゼントすればいいのに。いや、だからそうじゃねえって。とにかくしまえ。で、あ、水風船が。水鉄砲も。ああ、自分に。カスガ、ひばりちゃん、ちょっと待っ。あ、タイガ。あ、好きな子いじめもほどほどにね。だからそうじゃねえ。メッセージ送っちゃおうかな。
やっと。あれ、どうせまもうほとんど夜。例えばの花、タイガならさっき。な、待ってないだ。よく注意すれば。どうして。なんとなく。もしかして。別に何も。そう、こと言ったって金なんかねえだろ。分かってる。こうなったら別の手で用意するしかねえな。ああ、さっきも言った通りだ。心配すんな。大船に乗ったつもりで任せとけ。そんで期限はいつまでだ。あ、マジかよ。もう少しどうにかなんねえのか。うるせえ、わめくな。わかった、わかった。俺がきっちり耳揃えて用意しといてやるからよ。一発逆転は俺のお箱だから。じゃ、切るぞ。はあ、まったく。タイガさん？うわっ、お嬢、いるならいるって言えよ。そんなことより今の電話は。ああ、別に大したことじゃねえ。それよりちょっと出かけてくるわ。こんな時間から。それどころじゃねえよ。一夜にはいらねえって伝えといてくれ。一発逆転は俺のお箱だからな。あれ、タイガは？あの、出かけたわ。ひばりさん、食後の飲み物は。ありがとう。ニーチャさん、僕はハーブ。紅茶以外がいい。タイガならいない。ああ、前から小食だ。でも後で。ニーチャさん、食べに来なかった。なあユタ。しませんよ。でも最近のタイガさんならパンチも痛くなさそう。確かに、この間廊下で。それに何かぶっ。くそ、たタイガさん。ああ、くそ。ああ、ち、しくじ、見てろよ。
すごい。僕が廊下…もしかして…うわーっと…まさか…現実的に…そういえば…元カノさんで…あくまで友人…それを取り戻そう…ひばりさん…ナユタ…た…はい!大丈夫…ひばりさん、はい。んなこと言ったって金なんかねえだろ。うるせえ、ちゃんと返してやるから。どな一発逆転は俺のお箱だからな。次のして戦こそ間違いねえ。俺を信じろ。日本経済がひっくり返るとこあんで、そのためにはだな。ほら、わかんだろ。ああ、臓器んなもん。ひばりちゃん、どうしたの？ひばりさん、震え…一夜、それ寒い。というか、痛い。え？冷えるなら、ストレッチでもしますか？彼女の顔色が悪いのは、そういうことじゃないと思うけど。あ、何やってんだ、お前ら。あ、タイガさん、これもらうぞ。あ、じゃあな。待って。ゆっく。彼女の言う。ああ。タイガさん。いらねえ。待ちなさいよ。せっかくみんな気を使っ。な、何？今ゆっく。悪い。何かあったの？これは俺の問題だ。そっちとは関係ねえ。やっぱり様子が変だね。俺、タイガさんのとこ行ってきます。もう一度聞けば何か話してくれるかもしれませんし。時間はかかりそうだけど、何もしないよりかはマシかもね。放っておけば。え？いいじゃない、関係ないって言ってるんだから。あ、ひばりさん、お茶の…ごちそうさま。ナユタ、どダメです。ウィスも送ってみたけど。んなこと言ったって金なんかねえだろ。あ、マジかよ。今ゆっくりしてる暇なんかねえんだよ。どうしたの？おかず足りませんか？欲しいものがあったら言うんだよ。本当に？本当に。ずっと様子がおかしいけど。はあ？やっぱりそう。何事ですか？音？おや、お食事。タイガの部屋で。私は玄関、ただ